うちの留も、味の素&濃い味満生で自称料理上手。義実家からたまに送られてくる夫の好みだったという料理を食べたんだけど、味濃すぎ。肉団子は、砂糖と醤油の佃煮並みの濃さで、石井のミートボールも真っ青。ポテ製ミートソースとやらは、市販の缶詰に肉を足しただけ。卵焼きは、長期保存に耐えうるほどの砂糖入り、ジャリジャリが残ってた。そんな夫も、最初は、私の料理を、味が薄いだのママンのと違うだのグダグダ言ってた。美味しいフレンチレストランに連れて行っても、薄くない?醤油欲しいとかぬかす。ある時、これって、味覚障害じゃね?と思い食育を決行することに。まず、さりげなく、食後にサプリを取る習慣を作り、マルチビタミンと亜鉛を飲ませることに。私のには、見た目そっくりな葉酸を入れて、数は同じに見せた。それから、料理のど素人の夫を、自分の好きなものから作ってみようよ、と、料理の道に引き込んだ。その過程でちゃんとした料理本を買い与え、その通りに作ることで正しい調味料の量を分からせた。でも、その通りに作ると、当然、夫には味が薄いと感じるわけで、作ったものを、私が大絶賛で食べた上で、夫が足りないと思った調味料を入れさせて止め味になるまで作らせてみた。すると、卵焼きでは、砂糖の量が、卵一つに大さじ1以上は入れないといけないのが判明。しかも、出汁は入ってないのに夫が気づく出汁の味に違和感を感じたらしい。実際にその通りに作ると、卵に砂糖が溶けきらなくてジャリジャリしてる。そのようにさすがに引いたらしい。また、私が手間暇かけて、トマト缶の裏ごしからしたミートソースと、市販の缶詰に、ひき肉足しただけのを同時に作って食べ比べさせてみた。夫に言わせると、止めの味は後者。だが、作ってる過程も見てる分、前者の方がうまいし安全だからこっちが好きと。この頃には亜鉛も効いたのか?何にでも、砂糖と醤油をかける癖もやんだ。長期戦だったものの、夫の食育に成功し、今では、料理が趣味になった夫。先日止めからの、ママンの手料理を食ってあげるわ、なやるやる電話に。いらない。嫁子や俺の料理の方がうまいし。手料理って、レトルトにて加えただけじゃん。っていうか、そんな味付けの濃いもの食べ続けてたら、早死にするぞ。と料理自慢止めをバッサリと、切り捨ててくれました。止めの味に近づける料理実験の時に、まずくなるのを分かってて食材を使ったのでドキュンかと。